アメリカンアイドルは2002年から2016年までの15シーズンにわたって FOX テレビで放送された後2018年から ABC ネットワークで放送されているアメリカ合衆国のテレビ番組全米規模で行われるアイドルオーディション番組である高い人気を誇っておりリアリティ番組と呼ばれる視聴者参加型番組の中でも特に有名なものである イギリスの人気テレビ番組、ポップアイドルからの番組フォーマットを使用したアメリカ版。ワンシーズンを1月から5月とし、その間の火曜日と水曜日に放送されている。アメリカでの高い人気を受け、国名アイドルの番組名で、カナディアンアイドルやオーストラリアンアイドル等が48の国と地域で制作された。本番組はアメリカでも、 数多くの類似番組が作られた他と、世界的に一大ブームとなり、2000年代を象徴するテレビ番組となった。一方、日本ではこのフォーマットを使用した番組は制作されていない。ただし、番組自体は日本でも一定の知名度を得ており、同番組を模したパロディが制作されたことがある。 日本語版は制作されていなかったが、2006年のシーズンをより、FOX チャンネルにおいて、約1ヶ月遅れでの放送が行われている。さらに、2011年10月からは、FOX ブス238でも放送。再放送に関しては、当年と翌年だけ実施され、それ以降は一切放送されない。これは本国においても同様であり、 過去の VTR は非常に貴重である。2014年以降は視聴率の低下とともに人気が調落しており、2016年放送の第15シーズンをもって終了した。2017年、ABC は2018年にアメリカンアイドルを復活すると発表。司会のライアン・シークレストは続投し、審査員にはルーク・ブライアン、ケイティ・ペリー、 ライオネル・リッチーが務める。初回放送は3月11日。アメリカンアイドルの特徴は誰でも番組に参加して自分でアイドルを選出できる点にある。セミファイナル以降の選考は視聴者の電話投票で決まるためメールを単純でフェアである。このような番組の結果の正当性が担保されている点も人気を支えている理由である。 また、シーズン4で準優勝した、ボーバイスが、母候補の名誉を称えて、彼の誕生日は、アラバマ州では、母デートして記念日にしますと、州知事から表彰されたように、一般的に価値のあるものと認知されている。応募者の中には、歌のうまさよりもアピールのための個性的で、ユニークな歌い方が目立つものも多い。このように応募者が多彩であるが故に本当に、 歌の上手い応募者に視聴者は引きつけられ、まるで宝物を探し当てたかのような気分をもたらしてくれる。12人に絞られてくる最終審査の段階に入ってくると、各視聴者には自分のお気に入りができてくる。しかし、自分のお気に入りが勝ち抜いていくとは限らない。従って、自分のお気に入りがいなくなった時点で番組への興味が薄れてきてしまう。 もっとも各自の興味は自分のお気に入りから誰が次のアメリカンアイドルになるんだろうという興味に転向して復活することもある。最初の一時審査が非常に雑で事前にスタッフが確保していた候補者以外の枠が少なくよほどのことがないと通過できないことが明らかになっている。なお、オンエアされる。 審査の模様はかなり編集されており、いわゆるスターではない審査員が審査することがほとんどで、あるが、いかにもスター審査員が審査しているように見せている。スタッフ枠の候補者は必ずスター審査員によって審査される。歌手のオーディション番組のため、歌唱力が高いことは必須条件。一方、ビューティーコンテストではないので、容姿は問われない。歌声だけでなく、 適切な選曲も審査員を含めよく強調される。有名でなく審査員や投票する視聴者が知らない曲を歌ったり、自分の声の特徴に合わない歌を選ぶと低評価になることがある。審査員に好かれることも重要である。各候補者のパフォーマンス後に審査員が審査、コメントをするので、そこでマイナスのコメントをもらうと票に影響を与える。 可能性がある。また、審査員に好かれていると、パフォーマンスのやりやすさにもつながる。また、曲のアレンジも、ポイントとなる。アメリカ国民か、フルタイムでの仕事を行う資格がある、アメリカ永住外国人で、かつ15歳から28歳までの男女に応募資格がある。優勝者はレコード会社と契約して、歌手としてデビューすることができる。審査は、 アメリカ各地での一次審査、ハリウッド予選、セミファイナル、ファイナルの4段階で行われる。アメリカの各地で行われる。応募者は審査員の前でアカペラで歌い、審査員の判定で合格すると、ハリウッド予選進出となる。この一次審査で10万人から数百人程度にまで絞られる。ハリウッドでは、ソログループ歌謡審査、最終アピールなどで、 男女各12人ずつの24人のファイナリストが選出される。シーズン11では、この審査の後、ラスベガス予選も行われた。セミファイナルから視聴者の参加が始まる。毎週ファイナリストのパフォーマンスが放送され、その後視聴者の電話投票で、得票数回4人ずつが落とされていく。最終的には3週間後に応募者は、ファイナリストの12人になる。 セミファイナル同様に、毎週ファイナリストのパフォーマンスが放送され、視聴者の電話投票で落選者が決まっていく。ファイナルでは毎週、得票数再開の1名のみが落とされていくので、優勝者が決まるまで12週間にわたる。ただし例外として、審査員たちには残り6人になるまでに、審査員全員で1回だけ使える、候補者を残す権利を使い、 最下位のものを残す権利も与えられる。この頃になると投票総数は一度の放送会に3000万件に達する。ライアン・シークレスト・サイモン・コーエル、カーラ・ディオガルディ、エレン・デ・ジェネレス司会者審査員、シーズン1からシーズン7までは、サイモン・コーエル、ポーラ・アブドゥル、ランディ・ジャクソンの3人体制で固定であったが、シーズン8には、カーラ・ディオガルディが加わり4人体制に、 以後はメンバーを変えながら3人体制と4人体制を交互に繰り返し、シーズン13以降は3人体制になっている。過去の審査員、シーズン1優勝者、ケリー・クラークソンシーズン2優勝者、ルーベン・スタッタードシーズン3優勝者ファンテージや、バリーの3人ともメジャーデビューし、高い評価を得ている。このシーズンの優勝決定戦の結果は、ごく僅差で、ルーベンが優勝。 しかし、準優勝のクレイエーケンは、ミュージカル俳優ばりの歌唱力と、女性ファンの圧倒的支持があり、デビューアルバム、メジャーオブ、エーマンは、ビルボードアルバムチャート初登場第1位を獲得し、プラチナディスクに輝いた。映画、ドリームガールズで、エフィ・ホワイト役を演じ、第64回ゴールデングローブ賞女演女優賞を、 受賞したジニファー・ハドソンはこのシーズンのファイナリストの一人。なお、ランク外だがこのシーズンの候補者選びに、香港のリッキー・マーティンこと、ウィリアム・ハンが登場した。彼は歌も踊りも下手で、サイモンに酷評されたが、それにへこたれない彼の誠実さと、気真面目さが逆に人気を集めて、多くのファンを獲得。レコード会社からのオファーも来て、 CD デビューも果たし、数々の映画に出演した。アメリカンアイドル史上最高のダークホースである。彼のデビューアルバム、インスピレーションは全米で初登場50位以内を記録した。シーズン4優勝者、キャリー・アンダーウッドシーズン5優勝者テイラー・ヒックス2006年のシーズン5は1月17日から5月24日まで放送された。 5月17.18日にコダックシアターで行われた決戦大会に進出したのはシルバーフォックスことテイラー・ヒックスとマクフィーバー・キャサリン・マクフィー。優勝したテイラー・ヒックスはもちろん準優勝のキャサリン・マクフィーもレコード会社との契約及び歌手デビューが決まった。テイラー・ヒックスのデビュー曲は Do I Make You Proud。2006年12月には アルバムも発売。キャサリン・マクフィーのデビュー曲は、マイ・デスティニー。決勝3位のエリオット・ヤミンは、ウェイト・ホーユーのヒットで、日本でも知名度がある。決勝で4位に終わったクリス・ドートリーは、自身のバンド、ドートリーを結成、アルバム、ドートリーを2006年11月21日に、発売。初登場2位、最高位1位、ダブルプラチナムを記録した。 シーズン6優勝者、ジョーダン・スパークスシーズン7優勝者、デビッド・クックシーズン8優勝者、クリス・アレンアメリカでは2008年1月15日から、日本では2008年2月9日から、放送開始。アメリカでは2009年1月13日から、日本では2月から、放送開始。このシーズンより審査員に、カーラ・ディオガレディが加わった。 アメリカでは2010年1月から放送開始。このシーズンよりポーラ・アブドゥルに代わってエレン・デ・ジェネレスが審査員に加わった。アメリカでは2011年1月から日本ではフォックスブス238で10月から放送開始。今回のシーズンの審査員はランディ・ジャクソン・ジェニー・ファー・ロペス・スティーブン・タイラー。日本では ォックスブス238で2012年2月6日から放送開始。日本語ナビゲーターはクリス・ペップラー、チェリーが担当。また3月26日からは Facebook で日本独自によるファイナリスト投票を実施。シーズン12では女性の活躍が目立ち、史上、またマライア・キャリーとニッキー・ミナー・ジュンが激しいバトルを 繰り広げたシーズンでもある。太ったコンテスタンツが多く、ファンの間では、相撲部屋などと呼ばれた。回を重ねるにつれ、意外な候補者が成長し、長年のファンの結果予想も外れるなど、見応えのあるシーズンとなった。すべて日本での放送実績はなし。ありがとうございます。